天神山小話「4月25日国雨」「霜やみてないずる」「天神山小風庵」「二十四節気では国雨」「七十二甲では霜やみてないずる」「ぽかぽかと暖かくなり霜も降りなくなって」 苗床の苗がすくすくと育つ頃田植えの準備が始まり農家さんから活気あふれ出てくる様子が浮かんでくる言葉ピーちゃんはこれ食べたりするの何ですかそれこれはタラの芽といって山菜の王様って呼ばれるやつ美味しいんですかもちろんふん 香りと味が良いのはこの蝶芽と言われる一番先端に出てくる芽。脇芽、胴芽は似ているが、やはり蝶芽がいい。店先で買われる場合はご注意を。小風庵の庭から少し離れれば山菜に出会う。と言ってもそんなにたくさんはない。ほんの一時、 季節を楽しむくらいほど、自然のものは、旬の季節に少しだけ、自然に感謝しながらいただく。新春を迎え、これから芽吹く名は、吹きの塔、タラの芽、つくしなど、春の名には、苦味のあるものが多い。ええー、苦いのですか なら、美味しくないじゃないですか。この、ちょこっと苦いのがええんよ。そうなんですか変なの。春の皿には苦みを漏れ、古来より言われる。新年の七草粥も同じ。この苦みが体内から毒素を出し、 新陳代謝の悪くなった体を回復させるのに一役買っている。旬のものを食す。ただ、それだけのことだが、それが一番体にいい。しかし、ほとんどのものが年中手に入る昨今では、いつが旬かわからないものが多い。そこは天神山。 春のわかめは自然の恵みをいただくことができる。ただし鹿、イノシシ、サルとの争奪戦に勝たないといけないが、ピーちゃんは参戦しない様子。苦いの嫌ですよ。参戦しませんよ。